リーグルポイントのロッカーです。綺麗なロッカー、洗面台もかなり綺麗です。アメニティもいっぱい、ホテルみたい。午後もよろしくお願いします。よろしくお願いします。なんと全員リンゴルウェアに着替えました。あ、2人色違い。色違い。なんでこんなことになってるかと言いますと、うん、後半私たちはペアを組みます。あれ、僕のパートナーキャリーさん。キャリーさん、キノさん一人です。一人、一人。はい、私たちはベストボールでいきます。私たち VS キノさんでいきます。ほう、はい、マッチプレーで。マッチプレー、ホールホールで。オッケー、勝ち負け、勝ち負けで。わかりました、行きましょう。ゆりちゃん、はい、力を合わせて頑張ろう。はい、頑張ります。曲がりすぎちゃうと狙いづらいけど、狙いづらいけど離れてやる。ここは攻めますよ、僕は。はい、ちっちゃいゴルフはしちゃダメだと。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。右はセーフ、左だけ行っちゃダメよ。ナイスショー、ど真ん中。よし、なんか気合が入りすぎてて、よし、気合が入りすぎてて怖い。負けず嫌いです。おお、大丈夫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 よ。ナイスショー、素晴らしい、最高。ど真ん中、ナイス。ありがとう、振ってやったぜ。いや、今ぐらい振った方が絶対いいよ。ごめんね、私が心配したから。大丈夫、ナイスナイス。だって敵は強いからね。俺絶対負けたくないし。ゆりちゃん、問題はパターだから。うちは2回打てるから、ね。そうかそうか。そこでかいね。いよ。やばいな。ただここ、この先キープ、結構ここに止まってたら結構あれなんですよ。待って、ねね、こんなんなってんだ。そうなん、あの、聞いてたんだけど、耳から耳こんな目になってるの。そうなの。斜めのところに止まってると、ちょっとセカンドが難しい。あ、俺、こっち俺。日野さん斜め？よし。心ちゃん大丈夫大丈夫、飛んでるね。頑張ってこ、ゆりちゃん。そうだ ね、 なんか飛距離負けたから、なんか逆に悔しいな。あれ、なんか喜んだけど。うわー、やっぱこうなると思った。頑張れ頑張れよ、ゆりちゃん。力まず行こう。力まずね、向く方向間違ってたり。間違ってない。お、いいよ。あ、ごめん、右だね。いいよ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 、あそこまで行っといてくれると助かります。ギリギリ。うまい、素晴らしい。向こうなかなかバーディー取れそうもない位置なの。そうですね、うちらは結構距離があるんですが、ゆりちゃん、パターだけはショートしちゃダメだよ。はい、ショートしないよね。ショートは絶対入んないから。でもさっきからずっとオーバーしてるけど、いい？いいよ、将棋で行こう。はい、なんか寂しい、なんか一人。アドバイスし合ってね。そう、チーム戦だから。そうだよ。いただいたんで、はい、ナイスイン。はい、ケイさん、これほぼまっすぐ曲がるとしたらスライス。はい、来た。うわー、うわー、オッケーです。イエーイ、ゆりちゃん勝った。イエーイ、ナイス、ココロちゃん、ありがとう。上行きますか。そうだね、あの上から、あの上超えるね、大体どのぐらいにするの。155ぐらいは
勝負いく。勝負いきますよ。もう追い込まれてますからね。早いかも。お、完璧です。完璧。高さはもろともしないね。ナイス、フェアウェイ。おー、いいじゃん。おーおーおー、ど真っすぐ、ど真っすぐ、完璧。もう私これは必要ないぐらい。ゆりってどこ、これゆりちゃんがいいとこもうあるから。そうなんです。ちょっと心ちゃん頑張って攻めてみようか。なんですけど、いいですね。あの上しかないんですよ。あの上行ってみよう。あのギリギリからドローかけてる。ギリギリからドロー、うん、おー、来た来た、すごい。どうかな。ナイス。しかもフェアウェイ。いや、ゆりちゃんが終わってくれたから。容赦ねえな、おい。攻めるなんかね、日野さんと心ちゃん怖い。ちょっと正直強いですね。強いっすね。これちょっと強すぎる。パワー4なの。パワー4、長いの。長いね。この長さはちょっと逆に、うん、メンズの方が有利かな、これ。やばいやばい。止まった。お願いします。頑張ろう。あー、やっぱり一段入っちゃったよね。やめて。あ、落ちて。お、バンカー。いやー、いいのか悪いのか。でもまだゆりちゃんの方向もあるから、ね。でもさ、私のちょっと遠くない？行ってみよう。うん、行ってみて、決めよう。皆さんチャンス。そうすると心ちゃんがやると多すぎる。女子チーム2番ホールトラブルのためギブアップ。イーブンになりました。ここから気引き締めて。あ、でも正直ここ難しい。しかもまた上げです ね、 ね、上げ上げが続く。おお、上行ったんですか。おお、これでも超えてると思うな。キャディーさんの顔が超えました。おお、っと、あさっての方向行っちゃったぞ。もう絶対探せないよね。今打った時こう言ったの。大丈夫。どうやったら心ちゃんにプレッシャーがかかるんだろうな。ですよ。強いのか。かけちゃダメなんだね。飛ばないで、飛ばないで。バンカー、バンカーかも。バンカー、まあパブだから。リンゴルフってなんでリンゴルフなの。いや、よく言われるんですけど、うん、まあ見ての通りリンゴとゴルフを掛け、まあね、合わせてるんですけど、うん、なんでリンゴなの。もともとこのリンゴルフという YouTube はですね、うん、うちの兄の会社のアップバンクっていう会社と一緒になってるんですね。で、アップバンクのロゴがリンゴなんですよ。なるほど。そこがやるゴルフの YouTube ってことで、まあリンゴとゴルフを掛け合わせたらリンゴルフ、リンゴルフになった。かわいい。ランドン1枚。なんかいろいろ 5がつくんで、いちご、いちごとかもあるよな。そうですよね。なんでリンゴだったの。でも確かにリンゴかわいいなと思って。かわいいわ、かわいいわ。でもピンチだよ。そうなの。でもピンチだよ。
まあそう言いながら私の方がもっとピンチだからココロちゃんを使おう。そうだね。あ、まあ絶対あやっ。あごだ。近い。でもゆりちゃんここはもう脱出して三打目頑張ろう。はいさんの方がやばかった。俺の方がやばいねこれ。よし、ちょっと一か八かいきます。はい、ユーティリティで低いライン出してか。でもキャリーは必要。よし、おライン出し。よし、目玉出た。どこまで行った？どこまで行ったかな。おお、見えた。どこですか？左バンカーのちょっと手前ぐらいかな。今何のどういうポイントを意識して打ったんですか？ちょっとボールをいつもより右側に置いて、うんうん、パンチ気味にフェースがこう入らないというか、うんうん、押し込むようなイメージで、うーん、ボール飛ばさなきゃもういけないし低いのっていうのはまあそういうイメージが、右側に置いてちょっとこうねじ込む。ねじ込む。こちら意外と残っちゃったね。残ったね。これは。いやでもナイスアウトだよこれ。でも頑張ろ、頑張ろうね、狙ってっていいよ。ちょっと右、後半右が多いね。どんまいどんまい。動画の全部右行っちゃう。躊躇するな。さっきジムさんにアドバイスした。迷いが一番ダメだね。じゃーん。もうね、上がってっちゃうんだよね、体が。ます。強いか。やっぱ強いからね。あ、でもジーン。とどめ刺しちゃいます。はい。慎重にね、こういうのも。ナイス。